人を支えた沢村栄治がヤバすぎる。あなたは沢村栄治を知っていますか？名前だけは知ってても何をしたかを知っている人は少ないと思います。沢村栄治は日本のプロ野球界で伝説的な存在となった投手です。彼は剛速球と三段に落ちると言われるドロップカーブを投げる最強の投手で、わずか17歳で日米野球に参加し、当時最強のメジャーリーガーを相手に快投を披露しました。この活躍で大人気になった沢村は日本プロ野球リーグの初期メンバーとなります。1937年春季には30登板24先発で244回3分の0を投げ、防御率 0.81、 勝率8割5分7厘、24勝4敗、完投24、完封7、奪三振196を記録し、史上初の投手五冠に輝き、初代 MVP を受賞しました。ちなみにこのシーズン56試合だったので、全試合の半分を投げたことになります。彼はまた史上最多タイの3回のノーヒットノーランも達成しています。しかし日米野球参加のために高校を中退した沢村は何度も兵役を務めることになり、その影響で肩を痛め快速球の威力を失いました。投手として活躍できなくなった沢村はそのまま解雇され、3度目兵役である1944年に戦死しました。沢村賞は沢村のように先発として素晴らしい活躍をした選手に与えられる賞であると同時に、戦争で命と競技者としてのキャリアを全うできなかった人がいた時代を忘れないための賞でもあるのです。